1977年の白鳥貯木場国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成白鳥公園内に残されている、太陽堀の一部。左奥は、名古屋国際会議場と名古屋、学院大学名古屋キャンパス。白鳥貯木場は、日本の中部地方の、愛知県名古屋市厚田区の堀川沿いに存在した。 水中貯牧場である。かつての名古屋の木材流通の中心地であり、江戸時代初期に開場されて、以来近代までの日本における三つの代表的木材市場の一つとして、400年近くの長きにわたって運営された。他の日市場は、京都を中核とした、機内の市場として、中世に成立した大阪と名古屋と同じく、 江戸時代初期に開城した、江戸の牙である。現在は、国鉄の貨物駅跡地を含め、公団などの公営住宅、都市公園、名古屋国際会議場、大学などの公共施設、マンションなどとなっており、貯木場としては現存していないが、林野行政の拠点としては、農林水産省林野町中部森林管理局、名古屋事務所が、継続設置されている。なお、 白鳥公園内には、木材産業発祥地の記念碑と、白鳥御材木役所跡記念碑が設置されているほか、林野町中部森林管理局が開設した、厚田白鳥の歴史館が設置されている。白鳥著牧場は、江戸時代初頭の慶長10年に、名古屋城追記のため設けられた、材木置き場が起源とされている。福島正則が、 堀川沿いの白鳥地内に大池を掘らせ、これを太夫堀と呼んだと伝えられており、これが初の木材置き場となったと考えられている。なお、太夫堀の一部は現在も白鳥公園内に残されている。現那元年に木曽が終わり半量となると、白鳥材木役所が設けられた。木曽の山で伐採された材木はいかだに編成され、木曽川を下って海に出た後、 堀川を登って、白鳥貯牧場へ集められた。ここで山井方だを解体して、再検知し、貯剤の管理とともに、随時半幕御用及び商材処分の業務が行われた。貯牧場は、慶安4年以来繰り返し拡張工事が行われ、幕末には23,900坪にまでなった。明治5年になると、愛知県は、著木場を民間に払い下げたが、 その後1876年に、木曽山観光伐採の開始に伴い内務省、地理局に買い戻され、半生時代には特定の材木商人に払い下げて、きた木素材はここで入札により、一般の材木商人に払い下げられるようになった。白鳥貯木場の扱う木材は、半生時代より、木曽、飛騨のものを中心としていたが、明治後期になると、 名古屋経済の発展や木材産業の流盛による需要増加等により他地域の木材が入るようになる。貯木場もさらに拡張され、1921年には総面積5万7千坪余りとなる。周辺地域に民間の貯木場も数多く建設された。また、材木の輸送方法も変化した。1911年の中央再選及び、 名古屋港線の開通以降、木礎日田からのご両材の輸送方法は、いかだ輸送から陸送へ移行し、木礎川は1922年、日田川は1933年が最後となった。1959年、伊勢湾台風が中部地方を襲った。名古屋市内の民間の貯木場や、堀川などに経流されていた木材は高潮に流されて、周辺の市街地へ、 流出、巻き込まれた家屋が破壊されるなど、大きな被害をもたらした。この反省と名古屋港各地に点在していた、貯木施設などを集約するために、1968年、名古屋市外に、西部木材港が作られ、白鳥貯木場周辺に集積していた、木材業者の多くは拠点を西部木材、港周辺へと移した。その後、 国内の天然林資源の減少や輸入材の対等になどにより、白鳥貯木場に集まる木材は減少。1979年から順次、貯木場の用地の大部分は名古屋市へ売却、埋め立てられて、一部は白鳥公園として整備が開始された。貯木場内には1986年以降、暮らしの木材展示館、 木の住まい白鳥ハウジングセンターが作られ、貯木場の役割も、広報機能に重点が移っていった。1989年には、貯木場の跡地を利用して、世界デザイン博覧会の白鳥会場が設けられ、貯木場の広報施設も、博覧会に合わせて、ウッディーランド、名古屋を愛称し、博覧会に共賛参加した。白鳥会場跡地は、 その後公共施設、都市公園などに転用された。1996年、貯木場の市場が廃止され、2002年、ウッディーランド、名古屋が閉館した。2004年には、林野町の事務局、中部森林管理局名古屋事務所として、継続設置され、ウッディーランド、名古屋の、暮らしの木材展示館で行われていた児童向けの木工教室は、森林触れ合い講座に変わり、 2012年度まで継続実施された。現在の林野町中部森林管理局名古屋事務所は東海地区を中心とした国産材の新規需要開拓と安定供給体制の構築や国産材利用促進に向けた情報発信を行っており林業の歴史と木材利用に関する展示館厚田白鳥の歴史館が事務所に併設設置され 大都市の中にありながら、木のぬくもりや、森林の働き、役割の素晴らしさに接することができる貴重な学習の場として、キ育活動をはじめ高年者の生涯学習まで、幅広い都市住民に活用されている。現在、白鳥貯木場の跡地には、農林水産町林野町中部森林管理局、名古屋事務所及び、厚田白鳥の歴史館、公団住宅、 公営住宅、名古屋国際会議場、白鳥公園、白鳥庭園、名古屋学院大学名古屋キャンパス、ビークオレタワー、白鳥庭園などが立地している。ありがとうございます。